次は小手巻き返しと押しごての掛け手を説明します。同じ掛け手ですので一緒に説明をいたします。まず小手巻き返し、こういうふうに順手で下から内手首を握って相手が引いたりねじ上げをする時ですから、守った時に今度は相手の母子球にきれいに引っか小指から中指までの3指をかけてこないといけない。そしてこれから殺していくという形になります。かけてはこういう状態です。できるだけ深く小指から中指薬指がかかっております。小指薬指中指ですね。そして返した時には母子球がきれいに相手の抵抗を抑えているという形になります。これが中途半端な前の方で弱かったり、あるいは小指を浮かしてたりすると非常に外れやすいですので注意をしていただきたいと思います。同じように押し後手も同じですね。こういうふうに手鏡を見るようにして相手の母子球が開くようにしておいて上から引っ掛けてきます。同じような3指、小指薬指中指の3指をかけてそこから押し込んで押し手の体勢作りに基準線を作っていくという形になる。この作りがこのような状態から倒していくと。ここは当然握り替えが入ってきてますけど、こういう状態ですね。抵抗側はこう、こちら側は3指はちゃんと親指の付け根に小指が入るような深い掛け手をしております。で、ここのところは一つのポイントですね。しっかりとそして返していく。小手巻き返しも同じく、この場合でもこういう状態の攻めができてないといけないという形です。攻めって言いますか、手首の作りをですね、しっかりとすると。掛け手ができてないと逆は取れませんので、必ず掛け手を正確にするようにしてもらいたいと思います。以上です。